北端と一緒なんだよ。だから北端の世界のこともここの世界のことも知ってるってわけ。どう？納得した？ここ北端の知ってることはみんな知ってるの。しかもね、北端がまだ知らないことまで分かっちゃったりするんだ。まだ知らないことっていうのはこれから知るであろうことっていう意味だよ。とはいえ、こんな突拍子もないことを急に告げられても頭の中がぐちゃぐちゃになってて理解できないかもしれないね。だけど必ずいつか分かる時が来るから。だからもう一度だけ言うけど、絶対に自分に嘘をついちゃダメだよ。いい？わかった？はあ、やれやれ。行かなくちゃ。またしばらくの間お別れだね。ほいじゃあ消えちゃう前に一つだけいいことを教えてあげる。っていうかもう気づいてると思うけど、北端が見たあの夢は夢じゃないからね。現実に起こったことだからね。今ここが言ったこと忘れないでよ。の鮭が取れたぞ。どれどれ腹をかっさばいてみるとするか。ザク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 。うわー、なんじゃこりゃ。イルカがいっぱい出てきた。200匹ぐらい出てきた。やべえやべえよ、母ちゃん母ちゃん大変だ。この度はご愁傷様です。主人の顔見てやっていただけますか？ええ、では失礼して。
ですね。今にも落ちてきそうだなって言えねえ。だって顔わかんねえんだもん。俺と言ってはなんだけど、ココの新作のコメッチョ聞かせたい。